子犬たち人が来るとバーッと寄ってきます。やお取れない。この台が子犬たちのお気に入りです。寄ったり寄ったり。乗った乗った。何か面白いのかな。はい、ラクちゃん。いたずらっぽい顔してるね、ラクね。うん。ソクス。ソクス、だんだんお目目がくぼんできちゃったね。毛が伸びてきたら。なんかよくわかんなくなっちゃったじゃん。はい、誰？誰吠えたの？はい、ハートちゃん。ハートもいたずらっ子な顔してるね。よしよし。これは一人で遊んでいるのはシーバ。よしよし。よく似てるね、お前たちは。どっちがどっち？あ、また来た。モフモフ3匹。このモフ。モッフィー。モッフィーズ。よしよしよし。うん、シバの方が強いですね。ソックス。どうした？どうしたのソックス？よし。よいしょ。ハトちゃんお腹出して何してんの？この台みんな好きだね。うん、ボロボロですけど、ちょうど子犬があの料理できる高さで、重宝しています。みんなでじゃれてよく遊びます。この台の上がみんなお気に入りなんですよね。キキキキキキ。これソックス君ですね。ソックス一人で遊んでる？こっちにあの奈々の子たちの時から使ってる台が、座椅子というかね、ボロボロになったらただの台ですけど、もう子犬たちの遊び道具です。登ったり降りたり自由にやってます。ソックス。ん？おっぱい飲んでるかと思ったら噛んでますね。そろそろミルキーも迷惑そうな顔してきました。